入り記録薩摩国における外城外城制度は薩摩藩が行った地方支配の制度1784年この故障を里と改めた薩摩藩は1871年において人口比で26%の武士率であったように武士の数が他藩に比べて非常に多かったそこで領内を区分し武士を分散させるために区分内の拠点ごとに 定住させ、また軍事ネットワークの一端とした。さらに、農産漁村や町場の支配の読んどころのためのとしても、活用した。この拠点は、島津家当主の居城である内城に対して、外城と呼ばれ、近代以後の歴史用語として、外城制と定義された。外城制は、戦国期島津市における地頭、集中性が変質したもので、領内各地の城塞に、 反応反死の武士の集団が駐屯、居住し、有事に、領主、自頭の命令で戦闘員となる役割を担った。戦国末期食方期に、外城区域内の複数の城塞によっていた、形態から、区域内の中心的城塞の山陸の麓集落と、呼ばれるミニ城下町へ集中する形態へ移行した。一つの外城は、数カ村を区域とし、中心村の城塞や、 農産漁村主要部、交通の要衝に設置された地頭狩り屋を中心として、麓集落が広がり、武家屋敷が存在した。この外城の屋敷に住む武士を、鹿児島城下に住む城下市に対し、外城市と呼んだ。外城の行政は、地頭の館である地頭カリアで行われたが、地頭は、官営以降は、鹿児島城下へ定住するようになり、次第に軍事的意義も薄れていった。 やがて上級号士、組頭、横目の、いわゆるふもと三役が、実質的支配に当たるようになった。1878年の軍区町村編成法に基づき設置された、古町役場においても、行政区域の大部分が佐藤単位としたものであり、1889年の町村政実施時もほぼそのまま村として引き継がれた。 小規模な里は1950年代の昭和の大合併で、大規模な里も21世紀初頭の平成の大合併でそのほとんどが合併を経験したが、現代においても枕崎市や長島町など、里がそのまま行政区域に合致する自治体が現存する。歴史以下に列記した外情は、廃藩地県により、薩摩藩が廃止になった。 明治4年時点に設置されていたものを純不動で、同群で記載し、その格付けについてはここでは特に記述しない。ありがとうございます。